入り方としてはすごいね、自分たち良かったと思うんで、一回切れたことでね、やっぱりもう一回集中しなきゃいけないっていうところだったんでね。チャンス数多く作った中でやっぱ2点目取らないと最後何が起きるか分かんないし、相手もパワープレイで来てたわけですから、もうちょっと余裕を持ってねプレイしたかったっていうのもありますけど、勝ち点3取れた方が良かったと思います。まあ積極的に打っていこうと思ってたんで、まあ決まらなかったんですけど、まあ狙っていきたいと思います。ゲームを、ね、作るという作業を、まあ、ボランチには、ね、求められていると思うので、そこはできなかったのは悔しいですけど、これは試合を、ね、積み重ねていくことによって、ね、改善できる点だと思いますし、まあ、今日の反省材料を、ね、いい力に変えたいなと思います。クロスからしか得点パターンもないし、もっと真ん中でパスつないで崩せたりとか、まあ、やっぱ裏に抜ける選手とかですね、私の今日。ああいう2失点、ね、してたらどこのチームにも勝てないと思うんで、ね、ああいうのをなくすようにまずしないといけないし、今後同じ、ね、ことを繰り返せないようにしなきゃいけないと思います。うちがピンチを迎えるのはカウンターが多すぎたので、まず切り替えという部分、まだ意識してやっていかなければいけないなと思います。
フェイライン越えたら1対1どんどんその守備の時のボールを奪っていこうって話もありましたし、まあ、やっぱりいつも通りガツガツ行こうと思っていましたけど、まあ、そこで潰すことができなくてその自分より後ろに入ってしまうシーンが多かったので、まあ、そこからかなというふうに思います。